いい女になりたいですが、大悟さんはいい女ってどんな女だと思いますか？どうしたらなれますか？やっぱり食事、睡眠、運動、瞑想ですとか、30代半ば既婚ですが、もう遅いですかということなんですが、全く遅くないです。なぜかというと、そもそもいい女ってどういう定義かにもよるんですが、男性から見たいい女という定義で言うのであれば、健康的であるかどうかが非常に重要です。で、これは男性から見た場合も女性から見た場合も同じなんですが、肌が綺麗な女性って、まあ、ちょっと尊敬されるじゃないけども、肌が綺麗な方がね、いいねって憧れられたりとかするじゃないですか。肌の綺麗さが結構重要になってくるんですよ。例えば男性から見た場合の女性の魅力ってかなりの割合で肌の綺麗さで決まりまして、若い人、っていうのは肌がですね非常に綺麗なんですね。シミがないとかシワがないとか肌の情報量が少ないんです。スカーシティって言うんですけど、このスカーシティを極めることができれば、まあ、いい女には見えてくる。だからメンタル的な部分で言うんだったら親切さとユーモアが作れるぐらいの、まあ、頭の良さっていうのが一応ね、まあ、モテの要素としては大事だというふうに言われるんですが、その親切さプラスメンタル的な部分では親切さ、そして外見的な部分では肌が綺麗かどうかっていうことが一番重要になってきますんで、まあ、メンタルを保ってかつ肌を綺麗にすればいいので、まあ、今言ったみたいに健康的な食事とか、あとは定期的な運動とか、食事、睡眠、運動ってこの順番で極めることによっていい女にはなれると思いますので、よかったらやってみてください。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で引けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録も忘れなく。それではバイバイ。